上山古墳です。はい。その前にちょっとね、こっちの佐野神社行ってみましょうかね。佐野の御事神社。最初に来た時ね、全然何にもわからんと、スマホのナビを頼りにね、この辺ずっと歩いてて、左から行けとかね、こっちから行けとかね、何かわからんとさ、歩いてまして、もう一回行ったからわかるやろ。これを分かったらね、なんか行きそうな雰囲気やけどね、行かないか。ああ、そうなんて書いてある。あれ、こんなやったっけ。ずいぶん気を切りましたね。何年か前やったんやろね、来たのは。骨の木が伐採されましたか。こう気があったはずやわ。ほら、上山古墳が目の前に。あの横は春日神社でございます。はい、失礼します。ずいぶん明るくなってます。神社も何軒か回っとるんで覚えてないね。こんなやったっけ。間違いなく来てんやけどね、ここは。ものすごく暗かった記憶があるから、朝か夕方の時間やろね、来たん。いやいや、全く覚えてないね。こんなやったっけ。こっちからやな、やっぱり。本殿は。はい、失礼します。ああ、色が飛んでる。いや、いいね、これ。もう最高やね。佐野の御事神社でございます。ここまでね。いやー、最高やね、ここ。これがいいでしょう、これ。ね、最高です。この作り方はね、竹ひごは入れてないかね。あれ、竹ひご入ってないな。わからんな。普通はね、竹を中に入れてあるんだけど、竹編んでね、で、外、中も外も土で固めて、で、上に漆喰を塗って、で、上に瓦を張るんやけど、竹が見当たらない。竹なしか。わからんな。どうか、こっち見てみようか。いやー、竹な、ああ、いいね、これ。この中で、最高やね、これ。
これは。これ、竹入れてないかね。普通ね、竹入れるんだけどね。私が聞いたところによると。あら、竹が見当たらん。ただ、藁だけ入れただけか。そんなことないやろ。竹全然見当たらんな。おお、いいね。最高やね、これ。藁と土、赤土で混ぜて。いや、竹が見当たらへんな。そういう工法もあったかね。昔行った時はね、中に竹をね、藁で編んで、中入れんねん、いうね、竹割ったやつを。そこから聞いたことあるんだけど、その話は。いやー、これ藁が入っただけは竹入ってんな。藁やね。これはちょっとやっぱ崩れやすいと思うよね。竹の中入ってなかったらね。はい、ありがとうございました。はい、行きましょう。はい、家も見せてもらいましたからね。もうちょっとあると思ったら短かったね、これね。思ったよりも。佐野御琴神社。ね、柏原市でございます。上山神社の上山古墳の横でございます。歩いて3、4分、2、3分、来れますよ。はい、ありがとうございました。佐野御琴神社でございました。ありがとうございました。